ほとんどの寿命に関連する遺伝子が DNA 損傷の頻度に影響するカロリー制限は研究されている全ての生物、酵母などの単細胞生物から虫、ハエ、ネズミあるいは霊長類などの多細胞生物において寿命の延長と老化に関連する病気の減少をもたらすことが示されている。カロリー制限時に働く気候は栄養、特に炭水化物の不足があるとき、 細胞の代謝活性を変更する信号を受け取る栄養に関係する多くの遺伝子と関連している。細胞は利用可能な炭水化物の検証を感知した場合、寿命に関連する遺伝子のダフマイナス2、エージマイナス1、およびサーマイナス2を発現させる。なぜ栄養の不足が細胞中での DNA 修復の増加した状態を引き起こして寿命の延長を示すことと、 進化において保存された細胞休眠の機構とに関連するのか、その理由はよくわからないが、本質的には、これらはいずれもより好ましい条件が訪れるまで、細胞が休眠状態を維持することを可能にする。休眠状態の間、細胞は新陳代謝の標準とする速度を減少させ、同時にゲノムの不安定性を減少させなければならないが、 ここに示された機構はこれらを可能にする方法の一つである。したがって、細胞の老化速度は変化しやすく、栄養の利用可能性といった環境要因も DNA 修復速度を変更させることで、これに影響を与える。DNA と結びついているヒストンでは、N マッタンのリシン残機がアセチル化、脱アセチル化され、これが遺伝子発現の制御に関わっている。 ヒストンが多数アセチル化されている染色体領域は遺伝子の転写が活発に行われておりヒストンのアセチル化は遺伝子の発現を活性化させ脱アセチル化はヒストンと DNA の親和力を強め遺伝子の発現を抑制し DNA を安定化していると考えられているこれらの反応はヒストンアセチルトランスフェラーゼヒストン脱アセチル化酵素イコールヒストンレアセチラーゼ によって触媒される。カロリー制限によって、ヒストン脱アセチル化酵素を発現させる、高老化遺伝子と呼ばれる、サーチュイン遺伝子が活性化されると言われている。赤毛猿を用いたカロリー制限実験では、加齢関連疾患による死亡のみを取り出した場合に、寿命延長効果が認められるものの、すべての死亡原因で見ると、対象群との違いは見られなくなる。 廊下のメカニズム2006年9月25日、廊下介入、老化制御摂取カロリーと老化株式会社、サイクレックスヒストン脱アセチル化酵素阻害物質の分子設計とその抗ガン剤への応用インスリン、抵抗性に対する新たな治療手段金沢医科大学糖尿病、内分泌内科学老化介入、老化制御摂取カロリーと、廊下に、ありがとうございます。